どうも皆さんこんにちは、星椎茸です。ホライゾンゼロドーンやっていきたいと思います。さあ、それではマーラットさんの後を追っていきましょう。初めはオセラのが特別扱いで、まあ、前回の続きでそのまま動画撮ってますので、特にこれといって何かサブクエストをこなしたりとか言ったことは何もなくという状況でございます。気にせずに、貴族たちはデザートのおかわりをもらえず、ダダをこねる子供です。王はどんな人だ？陛下はお父上と違うということが大事なのです。分別のあるお方だとわかるでしょう。何これ、え、機械？あ、違う、ノラのアーロイ、見えぬものを見るものか。こいつか、アバよく来た。どうやら手柄を立てたそうだな。エレンド、あの話を。エルサの墓を調べてきた。お前の言った通りだ。遺体の右膝の下に傷はなかった。子供の頃おもちゃを取り合った時につけた傷だ。遺体がエルサでないならまだ生きているのであろう。見捨てるなど許されぬこと。誰に連れ去られたか心当たりは？それなら私めが。エルサはオセラムに敵がおりました。族長のデルバールです。そんな、まさか。解放以来誰もが奴の首を狙ってきたんだ。とっくに死んでいるだろう。オセラムの中でエルサを罠に陥れることができる者は他にいない。あの男なら国境近くに潜んでいるでしょうな。すでに密偵を送り出しました。ピッチクリフの市場で私たちを待っているはずですよ。国境に兵を出せばオセラムを刺激してしまう。だがヴァンガードならあるいは、それに誰よりも優れたノラも行くのならば。エレンド、マーラと彼女と二人きりに。あまりお前に無理強いはしたくないが、これは私にも大事なことなのだ。あなたとエルサ。エルサは特別な存在のようだな。オセラムヴァンガードの協力がなければメリディアンの解放も恐怖政治の打倒もありえなかった。あれ以来部族間の和平を保つのに苦慮はしているものの、エルサが部族の説得に努めてきた。だからこそ彼女が必要なのだ。すぐに。デルバール。デルバールは何者だ？彼を理解するには私の父上を理解せねば。父上は自分を太陽神と信じた。壊れていたのだ、心が。血の生贄が全てを解決すると父は信じていた。そして他の部族を犠牲にしたのだ、特にオセラムを。デルバールはあがいた。強力な武器を作り部族を集めて、父上はそれにこの上ない残虐行為で応えた。父上は彼の家族を生贄として太陽の広場に捧げたのだ。でもなぜデルバールはわざわざエルサを誘拐したんだ？裏切りと思ったのだろう。メリディアンを落とし人々を虐殺するという彼の計画を知るまでは仲間だったのだ。そして彼女は私と手を組み父上から都を解放した。デルバールは絶えず復讐の機会を狙っていた。特に我らについたオセラムに対しな。彼に敵対する者も増え消え失せたと思っていたが違った。この人喋るときにめっちゃ息吸いすぎやわ。何度も言うてる。この王国と政治について聞きたいことがある。いいだろう。三王としての即位。お前は調和をもたらすために父親を殺した太陽神だと言われている。本当なのか？お前には見えぬものが見え、飛んできた矢を割り人にらびで機械を手なずけるそうだな。それらは本当か？間違ってはない。確かに部族に調和をもたらしたいと思っているが、まずは何人もの家来の相手をせねばならん。
すぐには無理だ。立派な建物だな。それに下々のものを目にせずに済む。気に入らんか。まあ実のところ私も好きではない。我慢するしかあるまい。一日で変化は訪れぬ。だが宮殿にいては変わるものも変わらない。いつかは変わるだろう。お前のようなものがそばにいれば。王宮の政治は複雑なものだな。オセラムは友でもあり敵でもあると。エルサとオセラムの義族の協力なしにメリディアンの解放はなかった。多くがここに暮らしている。だがクレイムに住まうオセラムの要人たちがその成功を妬むようになった。カージャの貴族も同様にな。危険な状況だ。父上が長きにわたりオセラムを襲ってきたこともある。エルサが和平を保ち互いに利益をもたらすと約束してきた。だがデルヴァールのように邪念を捨てぬ者もいる。シャドウカージャ。シャドウカージャについて教えてくれ。エルサとどんな関係が？あの者たちは父上の政権の残党だ。落葉の砦から西方を牛耳っている。父上同様支配のみにこだわり、その名のもとに血を流しているのだ。神の力を得るために。エルサが都を解放して以来汚名を着せられている。デルファールはこれを知っていて利用したのだ。ああ急がないと。そろそろ行く。よかろう。私が頼むことではないと言われたが、どうかエルサを見つけてくれ。誰がそんな？マーラットたちだ。聞きたいことがあれば彼やエレンドを頼るがよい。ここにもあるやんか。こっちか。メリディアン創設。いや、てっきりね、エルサが裏切ったのかと思ったけど、じゃないのね。エルサが裏切ったから拉致られたみたいな、そんな感じなんですね。遠いな、ピッチクリフ。ここか。まあ幸いなことにこの辺までうろうろしてたのでね。行きますか。ここ焚き火。これはロード時間がしばらくかかるね。今の段階ではね、やっぱり小型のモンスター、先ほどのラベンジャーとかと戦っててもそうなんですけど、ステルスキルでは一撃では倒せないんでね、そうそう、戦い方を変えていかんとあかんのと、ああいう大型が2匹いるときは、何でしたっけ、調教で、調教して仲間に1体するっていうのもいい手なのかなと。それで1匹を殺して、倒してね、で倒した後に調教した方をまたやってもいいのかなと。どっちだっけ、あっちね。回復の花が欲しいな。これはそうやな、回復をほとんど俺この回復薬じゃなくて草に頼ってるんでね、なかなか辛いところではあるんですけどね。草ばっかり集めていかんとダメっていうのがあるんで。正直この回復薬も完全回復薬を使えば、まあ、そうではないのかもしれませんが、トランプラーの生息域ってなったな、これか。よし、これで全開。トランプラーって結局どこにいたんや。
応ステルス防具に変えとくか。焚き火を発見だ。お、そこにあんのね。首謀、このステルス防具的なやつはやっぱり若干この迷彩がかってるというか、ギリースーツっぽい感じというか、まあ、もうちょっとギリーなら草の量が多くても良さそうな気はしますけども。チャージャーか、チャージャー乗れるね。こっちなんかいるね。人やな、あれは。よいしょ。まず敵か味方か、あ、味方やわ。うわ、すごいね、ここなんか。焚き火発見？焚き火どこ？あ、その先ね。データポイントらしきものも。ないね。こっちも何もなさそうやね。意外と焚き火の量が多いんで、まあ、細かくセーブできるのは非常にありがたいんでね。ここがピッチクリフ。ピッチクリフって村なんやな。ここにアイテムがあんのと、ここにあんのと、これもか。3箇所かな。ここがピッチクリフか。マーラとの密偵が市場にいるはずだ。さあ到着で、アイテムをまず発見したので、で、アイテム屋さんがここにあんのか。は？密偵はどこにいる？時間はたっぷりあったはずだがな。探してみよう。そうだな。密偵まさか死んでるっていうオチはないよね。攻撃は続くのかしら。ちょっと多分アイテムボックスっていうかがいっぱいになってきてる気がするんで、ちょっと売りますか。特にアイテムが増えてるわけでもないですね。点火装置100個がマックスやからな。これを何本か売っといて、ワイヤーは欲しいのと、ブレイズがまたいっぱいになったね。ブレイズも売る。他に売れそうなものは、鉄容器は取っててもいいな。冷却水もあっても大丈夫か。エコーシェル、これなんだ、ラベンジャーのレンズ1個売っとこう。これはソートゥースのレンズ、これも売ろう。グリントホークのレンズは2個ぐらい売っといたらアイテム整理にもつながるね。結晶の網目とサンダージョー、これですね。ゴールドトラベルパック、ストーカー、ラベンジャー、ベヒーモス、これはシャドウと交換にしかならないんで全部売っておいたら OK やね。ランスフォン、シェルウォーカーで、これもシャドウと交換にしかならないですね。ずっと今までいろいろ取ってたんですけども、アイテム欄の圧迫にしかならないのと、シャドウと交換しか用途がないんでね、これで多少スッキリと。なんでこんなことになるんだ。あ、ここに焚き火があるな。これ誰か寝てるぞ、これ。は？死んでるやんか、やっぱり。さっきまで誰かいたみたいだ。急いでいたのか。そう、こんなところからハイライトできたんやね。あそこにアイテムあんのはどっから取りに行くやん。上からか。
よっ。いや、そうでもなかったわ。よっ、オッケー。終わった。やっぱり見て倒されてんのね。で、横道それて。あ、こっちか。いた。おじさん、こんなところで寝たら風邪ひくよ。マーラとの密偵だな。またぐな、またぐな。エルバールの手下にやられたのか。多分何か見つけたんだ。これを見ろ。ダイイングメッセージ。血を使って地図を描いたのか。ああ、こいつは当てにしても良さそうだな。ピッチクリフだな。北に印がついている。デルバールの居場所かも。俺の隊が外で待ってる。また後で合流しよう。ほーん。ほんで、デルバールの野営地へ向かう。野営地ってことはまたあれかな、隠密戦闘できるかな。おい、おじさん邪魔だぜ。セーブポイント、ちょっと一旦手動セーブをねしといてと。で、あー、だいぶ来たね。こっちの方なんかサラサラ行ってないからな。これ飛び降りたらダメージやな。誰かが来てくれなかったら今頃まだ命がけで戦ってたろうな。よしよし、行くでいい。殺されるとこだった。よし、これは鬼ドレな。手探りで。よっ、なんかいるぞ。あれソウトゥースか、あー、ラベンジャーと、なんだ、ランスホーンかな。じゃあグレイザーや。え、どっちだっけ、道。こっちか。やばいな。うわー、やべやべ。これはラベンジャーか。でもかなりの重装備、最高。ソートゥースの重装備バーがラベンジャーってことなのかな。動力源雷でいくか。これでダメージ入るよな。止まらへんかな。戦う準備はできてる。やべ、ちょっと待った。防具変えて。うわ、食らった。痛い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 。どこだ？コアが、コアどこにあるの？あ、ちょっと待って、それ痛い、それ超痛い。ここあれか、守られてんのか。敵どこ？あ、痛えよ、超痛えよ。痛い、すげえ痛え。お前、マガマガ、ちょっと待って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 、マガマガ、よし、マガマガにして。これな、どうもなんかこう後出しで負けんのよね。え、お前俺にダメージ与えてないか。これあれか、混乱してるだけであって仲間になってるわけじゃないんだ。ちょ待って、いたいた、見えるんだ。ちょっと待った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 、オーバーライドした方が良さそうやな。おい、やべやべ、
当たらん。わー怖い。まだか。あー行って、ほんと行って。まあこいつら苦手やわ。シャードとワイヤーだけでいいやろ。紫電撃コイルはいただいておこうか。よいしょ。ここになんかあんだけど、これはなんだ。輝きの花が欲しい。ん？オッケー。いやーもうほんま嫌だ。戦わずにねスルーしたらよかったんですけど、まあ、いたらちょっとでもね経験値の足しにしたいなって思うのと、これはどうすかな、無視でいくか。ワニがいるわ。これワニに構ってるとすごい時間がかかるから行こう。チャージャー、バレた。バレたけどまだ緑の状態やな。あ、黄色の状態やね。よし。え、なんかいたの？あー、なんかいるぞ。探してるのは私じゃなきゃ。これはなんだ？グリントフォークか？なんかグリントフォークの強い版がいて、ストームバード、なんかそんな感じの超でっかい機械鳥がいて、一回戦おうとしたんですけどちょっと怖かったんで、まあ、逃げたんですけど。なんだここ。あーこれは戦ってるわけではないのか。機械だ。繋がれているみたいだな。デルバールは機械いじり。おそらく機械で実験をしたり分解しているんだな。あいつらをうまく使えるかもな。まずは私が戦いが始まるまで待て。わかった。任せてくれ。ははー。流れ物と機械をすべて倒すか。まずはチェック、ここと、ここと、ここにもいるな。ロングレッグ、こいつもか。これはもうこれやんな、間違いなく。言えねえな。引き絞ってこれで OK。 あ、ここにもいるわ。こいつやってもバレへんかな。その前に、え、これここにもいんな。一応ヘッドショットの位置に合わせて。合わせてねえな。奥にもいたよな。こっちは完全に見えない。草で隠れてるところがないしな。あったわ、これ。ああ。いや、多い多いぞ。高速具、これはラベンジャーいる。え？あ、違うわ。高速部繋がれてるってことか。いや、見えねえな。こいつ見えっかな。いや、見えないよな。
からいけんな。いや、まだいるぞ。多いな。ん？なんかこういう音。これここ登れる。で、そっちか。どっかこの辺に人がいるよ。いるけど、これどこだ？建物ないか。うわ、上にいるわ。こいつはどうやってやるか。ああ、いるいる、このところに。あー、難しいな。後ろ登っていくか。ここサイレントでやって、やつの仲間だ。面倒な。危ね。他がこいつは姿見えてるな。こいつ倒すか。え、バレた。こいつ倒す。こいつら何で来た。戦い始まってないよ。え、戦ってる。いや、バレてないよな。そしたらなんだ、急になんで戦い始めた。こっち側にはもう人はそんないない。あ、バレた。バレたな。いや、さっきので戦闘態勢に入ってもなんか。あれ、死んでね。お、めっちゃ減った。なんで。おい、なんで。ちょっと止まれ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 。変なところにキーが。あ、ミスった。あ、ちょっと待って、あかん、これヘッドショットならへん。あー、ミスってる。あ、慌ててる。あれ、あ、落ちた。やっちまったわ。ちょっとダメだ。死ぬやんけ。あ、そうだ、なんかね、どれだ、チュートリアルで近接の粘着なんか、どれだっけ、なんかまとめて3人ぐらい、これや、これをつけて、なんだ、ブラストリングやな。ブラストリングってどれだ。ブラストリング、シャドウスリング、ロープキャスト、ブラストリング、これやな。これを装備して、で、ちょっとお時間が来ましたので、この続きは次回したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。またね。